片岡千恵蔵、1903年、明治36年、3月30日から1983年、昭和58年、3月31日、は、日本の俳優。本名は植木正義。戦前、戦後期にわたって活躍した時代劇スターで、同時代の坂東妻三郎、大河内伝次郎、嵐寛寿郎、市川歌右衛門、長谷川一夫と共に、時代劇六大スターと呼ばれた。出演作品は300本を超える。戦前、戦後期にわたって活躍した時代劇スターで、同時代の坂東妻三郎、大河内伝次郎、嵐寛寿郎、市川歌右衛門、長谷川一夫と共に、時代劇六大スターと呼ばれた。これに月形龍之介を含めて、七剣星と呼ぶ場合もある。出演作品は300本を超える。戦前は片岡千恵蔵プロダクションを設立し、稲垣博、伊丹万作の両監督とコンビを組んで傑作時代劇を多く生み出した。戦後は東映の重役スターとなり、亡くなるまで第一線のスターであり続けた。終戦直後の GHQ 占領時代には、金田一耕助や太良尾伴内などを演じ、現代劇でも人気を得た。二人役に、入れ墨判断の遠山金四郎など、長男の植木元春、千恵蔵二代と呼ばれた、娘の植木千恵は子役で、東映時代の千恵蔵と共演したが、その後引退。三男の植木義晴は日本航空の元操縦士で、同社の専務執行役員を経て、代表取締役社長に就任した。四尾国春ともに一般人。1903年、明治36年、3月30日、群馬県新田郡藪塚本町、現在の太田市に生まれる。幼い頃に母親を亡くし、東京市の水道局に勤務していた父の住む麻布九段須町に移り住む。やがて麻布小学校に入学するが、芝居好きの父親の影響で芝居に熱中していた。1912年、明治45年、9歳で11代目片岡仁左衛門主催の片岡少年劇に入門。片岡十八郎を芸名に、政子座の忠臣蔵で初舞台を踏む。やがて仕出しから座頭に進み、菅原伝授手習い鏡車引きの松王丸を師匠譲りの当たり芸とした。少年劇解散後は仁左衛門の直門となって片岡千恵蔵を名乗り、1923年、大正12年、2月に明治座で七代目市川中車と市川千代之助の口上で名題に昇進した。屋号は松島屋、で、伊賀越道中期の甲田大内記、上越立両面館、能三、関白秀次の不破友作などを当たり役とし、師匠にも可愛がられる存在となっていた。しかし、門閥制度に強い不満と不安を感じていた。同年、懇意にしていた子爵の紹介で小笠原プロダクション制作の三色すみれ、乳液進むの名で出演、これが映画初出演作となった。この後松井松陽から映画界入りを勧められ、松竹蒲田撮影所への入社が内定していたが、撮影所長の野村法廷が下鴨撮影所に移ったため、沙汰闇となり、再び師匠の下で舞台を続けていた。しかし、歌舞伎界の因襲を嫌悪する気持ちは一層強まり、市川小太夫の誘いで畑中昌波の新劇協会に出入りするも、新劇の舞台に立つ機会も得られず悶々としていた。1927年、昭和2年、連合映画芸術家協会を設立していた直木35の紹介で、牧野省三の牧野プロダクション御室撮影所に入社。嵐寛寿郎より1日早い入社だった。これ以降、片岡千恵蔵を名乗り、同社出演第一作の万華地獄で初主演した。その後は牧野の美形シスターとして剣劇映画に出演したが、本人はチャンバラはあまり得意でなかったと告白している1928年、昭和3年2月、中根義烈実録忠臣蔵で監督の牧野が、以前の約束を破って浅野匠頭役に諸口筒谷を起用したことで、牧野と衝突。服部一郎右衛門の役を当てられたが、これに不満を持った千恵蔵は牧野脱退を決意した。
後年、牧野雅宏、池田富康監督、忠臣蔵展の牧、血の牧、1938年、では匠の神を演じ評価を得ている。同年、好意にしていた子爵の紹介で小笠原プロダクション制作の、三色すみれ、二植木進の名で出演、これが映画初出演作となった。この後松井翔陽から映画界入りを勧められ、松竹蒲田撮影所への入社が内定していたが、撮影所長の野村法廷が下鴨撮影所に移ったため、里闇となり、再び師匠の下で舞台を続けていた。しかし、歌舞伎界の因襲を嫌悪する気持ちは一層強まり、市川小太夫の誘いで畑中昌波の新劇協会に出入りするも、新劇の舞台に立つ機会も得られず悶々としていた。1927年、昭和2年、連合映画芸術家協会を設立していた直木35の紹介で、牧野省三の牧野プロダクション御室撮影所に入社。原士官寿郎より1日早い入社だった。これ以降、片岡千恵蔵を名乗り、同社出演第一作の「晩夏地獄」で初主演した。その後は牧野の美形シスターとして剣劇映画に出演したが、本人はチャンバラはあまり得意でなかったと告白している。1928年、昭和3年2月、中根義烈実録忠臣蔵で監督の牧野が以前の約束を破って浅野匠頭役に諸口筒谷を起用したことで牧野と衝突。服部一郎右衛門の役を当てられたが、これに不満を持った千恵蔵は牧野脱退を決意した。後年、牧野雅宏、池田富康監督、忠臣蔵展の牧、血の牧、1938年、では匠の神を演じ評価を得ている。1942年、昭和17年、日活が戦時統合により大英となり、千恵蔵はそのまま大英所属となった。当時大英所属の坂東妻三郎、嵐勘十郎、市川歌右衛門とともに時代劇次第スターと呼ばれ、同社第一作の維新の曲、八十の2年後の白手神風は吹くで共演した。戦後は GHQ の占領政策によりチャンバラ映画の制作が禁止されたため、現代劇に活躍の場を移す。1946年、昭和21年、松田貞嗣監督の七つの顔で七つの顔の男藤村大蔵を演じ、彼の当たり役となりシリーズ化された。興行的にも大成功し、荒唐無稽なエンターテインメント作品として人気を得た。1947年、昭和22年、牧野光雄に頼まれて東横映画の作品に出演。三本指の男、日本 G メンがそれに当たるが、前者では金田一耕助を演じ、藤村大蔵と並ぶ当たり役として、東横時代に4本、東映時代に3本が作られた。後者はおとり捜査官の活躍を書いたギャングアクションの第1作で、東横で計3作のシリーズが制作された。1948年、昭和23年。10月、大英京都撮影所で大英系映画館主大会が開かれ、社長の長田雅一は挨拶で、タラオ番内ものなど幕愛のつなぎであって、我が社は今後、もっと芸術性の高いものを制作してゆく所存である、と言及。この発言に千恵蔵が激怒し、わしは何も好き好んで、こんな荒唐無稽の映画に出ているのではない。幸い興行的に当たっているので、大英の経営上のプラスになると思ってやっているのに、社長の地位にあるものが幕愛のつなぎの映画とは何事だ。もう番ないものは絶対に取らない。大英との契約が切れたら再契約しない、と言明し、永田と千恵蔵の関係は決裂。これを機に久義武らと共に東横映画への移籍を決意した。同年に大英を退社。翌1949年、昭和24年に東横映画へ移籍した。1951年、昭和26年、東横映画は富都線映画と東京映画配給株式会社に吸収合併され、東映株式会社に称号変更。千恵蔵は東映京都撮影所で市川歌右衛門と共に重役スターとして活躍を始める。当時千恵蔵は京都の山の手佐賀野に住んでいたことから、
山の音帯と呼ばれた。一方の歌右衛門は北王子に住んでいたので北王子の音帯と呼ばれた。歌右衛門と共に東映時代劇の重鎮として活躍し、東映時代だけでも130本ほどの作品に出演している。遠山金四郎を演じた入れ墨判官シリーズは15作、東横時代の作品を含めると計18作制作され、戦後のおはこシリーズとなった。また新春オールスター映画の任侠清水湊、任侠東海道、任侠中山道で清水の次郎長、内田富監督の大菩薩峠で机龍之介、忠臣蔵物で4度大石蔵之介を演じ、それぞれ当たり役としている。1953年、昭和28年には藤村大蔵シリーズが固めの魔王で太郎番内シリーズとして復活し、東映で9作通算で13本制作された。一方、内田監督の千鑓富士、なにわの恋の物語などでは多年のキャリアを生かして演技にも円熟味を加えている。1960年代頃からは若手スターの中村金之助や大川橋蔵らに主役の座を譲って脇役を演じることが多くなったが、東映時代劇の衰退で集団構想時代劇として制作された13人の刺客では主演し、路線転向後の任侠映画でも脇役を演じ、千葉真一主演のオールスター映画日本暗殺秘録では井上日照を演じた。1971年、昭和46年に紫綬褒章、1977年昭和52年に勲4等旭日小綬章を受章。1972年、昭和47年純子引退記念映画関東日桜一家を最後に映画界から遠ざかり、テレビドラマに活躍の場を移した文米目安箱 NET テレビ現テレビ朝日世直し奉行道などに主演し、加藤豪主演の大岡越前 TBS では大岡忠隆役で貫禄ある演技を見せ、千葉真一主演のホームドラマ七色とんがらし NET テレビ現テレビ朝日にも出演した。1977年、昭和52年京都市文化功労者。1982年昭和57年腎臓病の悪化で東京慈恵会医科大学附属病院に入院したが、翌1983年昭和58年3月31日腎不全のため死去、80歳没。東映では彼の長年にわたる多大なる貢献を称えて4月15日に社葬を行った。